こんにちは、あゆなびの時間です。今日は狭山市の地鉱山公園にやってきました。とっても広い公園なんですが、その中に都市緑化植物園というところがあって、四季折々いろんな植物を楽しむことができる場所です。2月の頭のこの時期はロウバイがとっても綺麗ということで、今日は来てみました。中にはいろんな植物があって、その解説なんかもされています。ちょっと行ってみましょう。園内では今こんなにたくさんの植物が見ごろを迎えているそうです。ここは教材園って書いてありました。いろんな植物の教材になるような見本が集まっている場所ですね。面白い。いろんなお家の庭とか施設にありそうな。バラ園もあって、バラの時期はとっても綺麗で、たくさんの人でにぎわうようです。とっても広い公園ですし、綺麗な植物もたくさんあるので、お散歩や運動しに来てる人がたくさんいます。結構広い園内を歩いてるんですけど、どこにロウバイがあるのかよくわかりません。ちょっとぐるぐる回っちゃってます。あれがそうっぽいかな。なんか黄色いお花が見えますね。行ってみよう。寒いけど水も流れてて綺麗ですね。そうだそうだ、あれがロウバイだ。あったー、着いたー。綺麗なロウバイ、すごいいい香りがする。ここちょっと黄色の色が薄いな。ちょっと種類が違うのかしら。本当にロウみたいなこのお花、とっても可愛いですよね。マスク越しでもすごいいい香りがします。これだけロウバイが並んでると圧巻ですね。すごい黄色に癒されるし、とっても気持ちがいいです。皆さんもぜひ見に来てみてください。